逆転裁判2やっていきます。9月8日午前11時43分、地方裁判所。記憶喪失、そんな状態で私の弁護を言ったのか。すごいキョロキョロこのゲームってさ、この表情めっちゃ良くない？いろんなキャラクターがこの表情するけどさ、女の子の、どうして言ってくれなかったっすか？あ、そうだ、すごいショックを与えると治ることがあるらしいっす。さあさあ頭出してください、マコキッコ食らわせず。いやいやいや、遠慮しとくよ。鈴木、困ってる人を見るとほっとけないっす。ついおせっかい焼いて全てをぶち壊すっす。とりあえずこのピンチを乗り切れないとね。じゃあまあ自己紹介からいきますね。なるほど、だっけ、変な名前、重傷っす。仕方ありませんね、これをお貸しするっす。名刺、ナルロさんからもらった鈴木の宝物っす。後で返してくださいね。裏に数字が書いてある。携帯の電話番号、自分のか。まあこれで一応なるほど気分になれるから。今度は事件のこと。なんで名刺これ使うのかな。手がかりになりそうな話ない？あの携帯電話のことぐらいしか思い当たりません。面会の時のお話したら、ナオルさん目の色を変えていた。ほう、携帯電話に何か。事件のあった日午後6時前のことでした。町尾さんと歩いていたら携帯電話を拾ったんです。え、この着信、大保君のシャツ着て。急にその電話が鳴り出して。もしもし、鈴木と申しますか。すいません、その携帯電話を落としたものなんですけど。ほう、すぐそちらに伺います。もう一度名前を。は、鈴木真子っす。あ、グローブ持ってる。大本君、えらい可愛くなってたね、今。で、6時に会う約束をしたんです。だから町尾さんと一緒に待ってたんですけど、結局その人は来なかった。それで拾った携帯電話は今どこに。昨日、なるほどさんにお渡ししました。あ、これか。目の色を変えたんなら。もうひどいな、携帯電話にかけても出てくれないし。迷いちゃん、法廷に行ってみたら誰もいないし。うわ、また変なのが出てきたぞまさかこの子も僕の知り合いなのか。やばいもんね、もう見た目が。あ、まこちゃん、おはよう。まゆりさん、おはようございます。どうどう、調子の方は。ゲノゲーといったところっす。ふーん、でももう大丈夫。このまゆちゃんがしっかり証拠持ってきてあげたからね。はい、なるほど、お待ちかねのもの。え、ありがとう。リスト、人の名前と電話番号が20人分ぐらい並んでる。ほんと調べるの大変だったからね。悪っ、警察が今捜査している詐欺グループがあってさ、そのメンバーじゃないかって思われる人たちみたい。見知らぬ名前と電話番号が並んでる。詐欺団の容疑者らしい。なんでこんなところに詐欺グループが出てくるんだ。私に聞かないでよ。第一、このリストはどこで。うえぇ、何言ってんの。昨日それを渡してくれたの、なるほどくんじゃない。あ、そうなの。まこちゃんが拾った携帯電話に登録されてた電話番号だよ。詐欺グループの電話番号だったんだ。なるほどくん、さあ最近忘れっぽいよね。やっぱ年は取りたくないよ。まゆさん、実はなるほどさんは弁護人。そうそう、休憩時間が終わります。被告人とともに至急法廷に戻ってください。あ、ほら、話はあとあと、行こう。は、は、え、言えよ。これでどうやら材料揃ったみたいだな。あとは僕次第、負けられない、絶対に。ほらほら、なるほどくん、早くする。まゆちゃん帰ってきてたんだ。修行の旅に出たのに。まゆちゃんよかった。では審理を再開しましょう。証人を入廷させてください。裁判長、その前にちょっと。これから呼ぶ証人なんですけども、妙に人の神経を逆立てするところがありまして、どうか温かい目で。前置きはありません、早く呼んでください。事件当日、現場の公園を散歩していた浪人生を入廷させてください。浪人生、お前じゃん。証人、まず名前、浪人のくせに。その前に一言いいですか。は？どうぞ。
先ほどあなたはこの僕をこう紹介されましたね。散歩中の浪人生と。え、そうでしたっけ。困りますね。人をそういう色眼鏡で判断されては。確かに僕は大学生と呼ばれ100歩ずつそれも中、しかし僕は全てが一流になければならず、その僕にとって不摂生なかったところの心中に検討してさせるのはあとは散歩し、わかりました。申し訳ない、気をつけます。なんかすごい人が出てきたね。やれやれ、あれに尋問するのかよ。一流のファッション、車、女、メガネ、そしてもちろん大学。メガネなんかかけてないじゃないか。メガネ、あいつのメガネなんじゃねえのか。俺もう結構です。承認はさっさと名前を。はは、そう来るわけですか。権力を振りかざして若い目を摘み取ろうという寸法だ。浪人たち特有の汚いやり方、いかがなものかと思いますがね。なんだこいつ。まあいいでしょう。付き合ってあげますよ。僕の名前はモロヘイヤ高政です。モロヘイヤ。ほぼ大学生と呼んでもらっても別に僕は構いませんよ。モロヘイヤさん、事件当日現場のワンパク公園を散歩散策していましたね。ま、あなたがどうしてもそう言いたいのならばどうぞ。それを認めないほど僕も子供じゃありませんからね。だいたい僕はとにかくあなたが散歩中に見たことを証言します。ほらまた言った、散歩中。とにかく目撃したことを証言してください。事件当日目撃したこと。午後はずっと公園で試作にふけっていましたね。時間はよく覚えてないけど、夕方の6時過ぎのことでしたか。いきなり目の前に警官が転げ落ちてきたんですよ。思わず見上げると真っ青な顔をした女と目が合いましたね。もちろん覚えてます。被告席の彼女でしたね。あれは他に現場で変わったことといえばバナナが落ちてましたね。グローブのことか。これはかなり決定的ですね。決定的だって。なるほどくん。うん。うーって、なんでそんな落ちてるの。不思議だ、心が妙に穏やかだぞ。多分信じてるんだよ、依頼人のこと。まこちゃん、そう、彼女が無実ならば答えは一つしかない。あいつは嘘をついている。では弁護人、尋問をお願いします。午後はずっと公園で試作にふけて。ずっと公園に、ずいぶん暇ですね。これは失敬な男だな君は。どうせ名もないゴミのような大学を出たんだろうね。ゴミ。あなたがギザギザの猿君には難しいかもしれないが、この国の未来について思案を巡らせていただきます。さっきはどの大学に入るか考えていたとか。ナンセンス。僕はどの大学に入るか、それがこの国の未来を決めるのさ。ムカつく。時間はよく覚えてないけど、夕方の6時過ぎのことでしたか。さてと、まあまあまあ、大体やってるね。どうして時間が分かったんですか。腕時計はしていないみたいですか。ふぅ、それで僕をやり込めたつもりかい。三流の悲願というやつだ。いかがなものかと思うけど。持ってそれ。どうして時間が分かったか聞いてるんです。やれやれ、本当に困ったことだよ。中身がないやつに限って机を叩いたりゴミ箱を蹴ったり。仕方ないよな。三流大学での君にも分かるレベルで説明しあげよう。ワンパク公園にはね、時計台というものがあるんだよ。わかるかな、時計台。台がついた時計のことさ。現場の写真にも写ってますね。うん。ま、その時計を見たわけだけど、僕に言わせれば時計などというもので時間もララ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 ラ。どうして警官だと分かりました。いちいちなんやねんお前、首振りやがって。おやおや、この僕の推理力を知らないのか。一目見れば職業ぐらいピタリ。
当ててしまう。あのヘアスタイルに手の形、典型的な警官、ネクタイの歪み、警官の制服を着ていたからね。それを先に言えよ。ねえねえ、私の言葉分かってやろうかな。その前に僕が聞きたいぞ。思わず見上げると真っ青な顔をした女と目が合いました。その女性のことがはっきり見えたんですか。人間には目というものがついてるからね。それも二つ。だからはっきり見えたかって聞いてるんです。それはこれから証言します。大声を出さないでいただきたいね。大声を出さないように。大声を出さないでくれ。そろそろいいかな、続けても。うん、もちろん燃えてます。被告席の彼女でしたね、あれは。間違いありませんか。君の間違いだらけの人生と僕を一緒にしないでくれ。僕はね、いわゆるブランド品だ。人間としてのね、間違いなんてありえないよ。ありえないそうです。ふん。バナナが落ちてましたよ。ちょっと突きつけてみて、これ。いやい。モロヘイヤさん、実はここにあるんですよ、その時のバナナが。なんだ、君もバナナのことを知ってたんじゃないか。そんなことで僕を引っ掛けたなんて思わないでほしいね。引っ掛かってるんだよな、思いっきり。グローブじゃないですか。え、なんだって、グローブ。なんなら食べてみますか。そんな、そんなバナナ。バカラー。なるほど、こいつ目悪いだろ。いつもはメガネをかけてるんだ。で、目が悪くてバナナに見えたんだね、グローブ。俺も最初バナナに見えたけどな。裁判長、これで一つはっきりしたことがあります。つまりこの証人は目が悪い。ところでモロヘアさん、視力はいくつですか。なんだ、急に。バナナとグローブを見間違えたぐらいで視力が低いと普通間違えません。にぎわき悪化します。やれやれ、あなた方はあれだ。唇噛みすぎだろ。指導説を捉えて、おい、いや、あれであれ、グローブじゃ鼻からそれを疑ってかかるなんて。だからいくつなんですか、視力。両方とも 0.1 だよ。悪いか。今日はどうしてメガネ。最近ちょっとそのなくしてしまって、もちろん作り直そうと思ってますよ。でもなかなか僕のお眼鏡にかなうお眼鏡が。事件を目撃した時は眼鏡をかけていましたか。どうなんですか。 あなた方はあれだ、あのジャヌダルクを勇気を持って正しいこと、何の悪くもない火炙りに。つまり証人は眼鏡をかけていなかった。それならば目撃者という女が被告だったことで、この証人に断言できるはずがない。しかし現場の段差はたった3メートル。上の遊歩道にいる被告の顔が見えてもおかしくない。証言は正確にお願いします。人の命がかかってるんですよ。また新しい証言か。事件を目撃してからのこと。遊歩道の女は僕に気づくとさっと逃げていきましたね。その後僕はすぐに警察に通報しました。警察に電話が入ったのは6時45分だったみたいですね。きっと暇だったんでしょう。10分もしないで駆けつけてきた。遊歩道の人物はあなたを見て逃げ出したわけですね。その通り。僕ほど頭が良くなくてもさすがに理解できるでしょう。この女こそが犯人だとね。おかしいね。そんな何分も経ってから電話したんか、警察に。もうそこ一気に突きつけちゃいますか。これだね。えらい時間経ってる。17分。これを見てください。被害者の解剖記録ですか。事件があったのは6時28分です。それがどうかしたかい。あなたがその瞬間を目撃した。それからすぐに警察に通報した。しかし警察に電話が入ったのは6時45分。事件発生から15分も経っているじゃないですか。指で字書いたりとかしたんだろうな。
この空白の15分間、あなたは何をしていたのか。証人は死体を見て動転していたんです。ちょっぴり放心していたのではないでしょうか。15分をちょっぴりとは言わない。おかしい15分。警察に通報するまであなたは何をしていたんですか。答えてください。電話、公衆電話を探していたんだよ。証人は携帯電話をお持ちでは。その重箱の隅をつつくような汚いやり方、いかがなものかと思いますかね。証人、落としちゃったんだよ携帯電話を。あーはーん、拾ったやつだな。まったく、メガネはなくすわ、携帯電話は落とすわ、よく物をなくす人ですね。なんだ、一流人間は落とし物なんかしないってか。いいか、天才と呼ばれる連中はおかしいんだよ。逆に言えばおかしいところが天才。君たち凡人ではどういう理解が。携帯電話落とした、この拾ったやつだろうな。いけいけ。モロヘイヤさん、なくした携帯電話は今どこに。やれやれ、何を慌てるんだか。ちゃんと見つけたよ、ほらこれだ。あれ、なんだ、ちゃんと持ってるよ。私的にそれはあの人のものだと思ったのに。まあそれなら一応筋は通るね。おかしい。裁判長、全くお話になりません。モロヘイヤさん、公衆電話を探していたはずがない。おお、証拠あんの。え、大丈夫だよな、証拠。え、実はもうここに。やっぱりな。実はもうあったんだ、公衆電話が目の前に。どうかしたかじゃありませんよ。これを見てもわからないなんて、それこそどうかしてる。電話ボックス、証人は3歩ある、3歩歩くだけで電話ボックスにたどり着いた。証人、なぜそうしなかったんですか。これはもう決まりだろう。通報が遅れてから何だって言うんですか。証人はその15分間のことを説明できないで。これはかなり怪しい。やっぱその携帯電話あいつのじゃないのかな。それを取り戻すために殺したんだよ、マッチョ純さん。でもマコちゃんはあいつにそれを返すはずだったんですよ。殺す必要なんてないよ。それにマコちゃんが拾った電話はそもそもまだここにあるし。何を探してたのかな、モロヘイヤさん。何かを探していた。字書いてたんじゃないの。え、これじゃないかな。モロヘイヤさん、これはあなたのメガネですね。どこでそれを。聞きましたか皆さん、彼は今認めましたね、このメガネが自分のものであること。モロヘイヤさん、教えてあげましょう。こいつは被害者の死体の下から発見されたんですよ。決まりだな、これはもう。待ってくれ、僕は何も認めたわけじゃないぞ。裁判長、答えははっきりしています。町尾巡査は突き落とされた時、犯人のメガネをつかみ取った。メガネをなくした犯人は必死でそれを探した。しかし死体の下には気がつかなかった。だから通報が15分遅れたんです。なるほど、メガネを探していたんだ。もちろんそのつもりです。
もうあとリストだけだ。真犯人はあいつだ。ナロロ君全部わかっちゃったの？なんとなくね。やっぱり事件の鍵はこの携帯電話だったんだ。とにかくあいつを沈めるチャンスだ。一気に追い詰めるぞ。なんだか私興奮してきちゃったよ。どうやら僕は自分を取り戻しつつあった。乗るか反るかの勝負。その身を切るような一瞬、それは確かに僕がいつも求めていたものだった。裁判長、弁護人に法廷侮辱罪を。何の根拠もなく証人を犯人呼ばわりして、うるせえよお前。モロヘイヤさん、じゃあ逆に聞きましょう。どうしてあなたが犯人じゃないと言えるんですか？そんな簡単なことだ。被害者書き残した名前、いくら君でもそれぐらいは読めるだろう。しかしこれは被害者が書いたものではない。被告人の名前は鈴木だし、被害者は左利きでした。つまりこれは被告人に罪を着せるために真犯人が被害者の右手を使って書き残したということですね。真犯人は被告の知り合いってことだろう。彼女の名前が鈴木だって知っていたわけだからな。あった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 、電話で聞いたから感じが違うんだ。モレイヤさん、事件があった時携帯電話を落としていたそうですね。それに気づいてあなたはどうしましたか？落とした携帯電話の番号にかけてみませんでしたか？あうち見苦しいぞ。この証人の携帯電話が事件に関係あるんですよ。鈴木真子は事件当日公園で携帯電話を拾っています。そして落とし主からの電話を一度受けているんです。鈴木と申しますが。よしよしよし、あなたはその時に知ったんです。彼女の名前が鈴木だと。しかしあなたは一つ勘違いをした。被告の名前は鈴木です。書き残された名前は鈴木。この間違いは耳で聞いた時にしか起こらない。おま、おま、この証人には動機がありません。簡単なことです。人を殺すには何か理由がある。モロヘイヤ君にはその理由がありません。簡単なことです。これだ。あ、危ない。これだろ。モロヘイヤの動機はこいつです。鈴木真子が拾った携帯電話に登録されていた電話番号です。これらの名前はあるグループのメンバーだと分かりました。もちろんこれはその電話に登録されていた番号のリストです。電話番号とその名前は全てある詐欺グループのメンバーのものだ。どうしてそんな番号が登録されているんですか？これは犯罪だ。人の電話の番号を調べるだって殺人以上に。もう諦めろお前。そんなことはどうでもいい。このリストについて説明していただく。裁判長、これは不当な言いがかりです。全部却下されてるやん。決まってるじゃないですか。モロヘイヤは詐欺グループの一員だったんだ。あなたは仲間の電話番号をこいつに登録していた。それを調べられてしまったら全てがおしまいです。だからあなたは殺人を犯した。僕はね、あの警官を。お待ちください。裁判長、これは不当な言いがかりです。うるせえお前、マジで。さっきも言いましたね、それ。例の電話の通話内容を思い出していただきたい。その携帯電話番号を落としたものなんですけど、証人は携帯電話を交わしてもらう約束をしていた。あとはただ取りに行って彼女から電話を受け取ればよい。なぜわざわざ殺人を犯す必要があるんですか？警官だったからでしょう。
おそらく彼は素直に電話を受け取りに行けなかったんです。きっと現場で何かまずいものでも見たんでしょう。いや警官でしょ。モロヘイヤさんが見たのはもちろん被害者です。町尾巡査は勤務を終えた格好のままデートに来ていました。すなわち警察官の制服で、そりゃ怖いわな。こんな電話を拾った女性が警察官と一緒にいる。ほう、まさか二人が恋人同士とは思わない少年は気が動転した。電話を返してもらうときに何か聞かれるかもしれない。もし怪しまれてしまって電話を調べられたら、いや、もしかしたらもう調べられている可能性だってある。町を守るが警官の制服を着ていたから殺害されたんです。青内健司、何か言うことは？考え中です。どうやら答えが出たようですね。この証人モロヘイヤと顔はやるね。三流大学医者上出来だ。証拠だよ証拠。君はさっきから振り回してその怪しい携帯電話さ、詐欺グループの電話番号が登録されていたって、それが僕のものだっていう証拠どこにあるってんだよ。僕がなくした携帯電話さ、もう見つかったんだよね。自分のものじゃないと言い張るな。愉快だね、その慌てた顔。確かに問題はその怪しい携帯電話、一体誰のものですか。証明できなければ意味がない。わかりました。なるほどの携帯持ってるわ。あいつえ、こいつには確かに詐欺グループの電話番号が登録されている。裁判長、今お見せしましょう。でも指紋なんか無理だもんな。指紋なの？そうだ、この電話のことで指紋を調べればきっとモロヘイヤの指紋が残っているはず。拭いたのかよ、砂で汚れてるから。自分で拭いたのか。三流のゴミたちがドタバタする様を眺める。冒頭でね、同じ電話番号鳴ってたの多分自分のでしょ。何でもいいけど僕の携帯番号ここにある。急に故障して全部消えちゃった。モロヘイヤさん、結局あなたの携帯電話はどこで見つかったんですか？もちろん君はそれを知らないわけだね。思い出した、思い出したぞ。やっぱそうだ、自分のだ。あれ、切れちまったか。なるほどなるほど。いや、ようできてんな、相変わらず話が。どうかしたかな先生、そんな目で睨んじゃって。どうやらあと一歩及ばなかったみたいですね。いやいや、こんなにくさくさのくさでお前自分が何者なのかそれをわきまえなかったってことさ。もうめっちゃヒント出すやん、名刺やろ。一流のレストランに予約を入れてるもんでね。お疲れ様でした。どうぞ良いお食事を。マジでもアウチもクズなんだよな。意義あり。お待ちください裁判長。もしかしたら証明できるかもしれません、すべて。一撃で決めるかも。行かないんだよ先生。お願いします裁判長。
わかりました。では一つだけ証拠品を提示することを許可しましょう。それで全てを証明できなければおしまいです。もう間違いようがねえぞ。しつけえ、うちマジでキショイわこいつ。証拠品の提示を許可すると言ってるんですよ。名刺、これはどうもご丁寧に。私はこういうものです。裁判長の名刺。お、草書というのだろうか。黒ずみ鮮やかに名前が書かれているが読めない。裁判長ってどんな名前なんだろう。裁判長、その名刺のどこが重要なのか。それは裏面です。この番号にかけてみてくれないか。君の電話から。これから僕の携帯電話にかけてみます。それでこの事件は全て解決です。殿様、なんだ、なんで僕の電話が。しかもなんだこのバカみたいな着信メロディーは。モロヘイヤさん、おかしいですね。それ僕の携帯電話じゃないですか。今朝は後頭部に一発、どうもありがとう。もう説明するまでもないだろ。君はあの時持っていく携帯電話を間違えたんだよ。同じだったから間違えた。よし、いやーマジでよくできてるね、事件が。そうだったんですね、モロヘイヤに殴られて。彼はプライドとメンツだけで生きてきた男でした。詐欺グループのメンバーであることを隠すため正常な判断力をなくしてしまったんでしょう。もちろんこれがモロヘイヤのものだったんですよ。青地検事、モロヘイヤ署緊急逮捕いたしました。では被告人鈴木真子に判決を言い渡しましょう。よし、ふう、1話からおめえ、1話からおめえな、これそこそこの難しさだったね。本日はこれにて閉廷。うわあ、もう目ん玉がもう池みたいになってる。もう浜崎あゆみ、鈴木猛烈に感動したっす。本当にどうもありがとうございました。マチオ巡査かわいそうだったで、何にも悪くないのに。それ私のせいかもしれません。鈴木の人生はまさに不運と敗北と大番狂わせの見本市だし、見本市。生後6ヶ月の時、マンションの9階から起こしたのを皮切り、一通りの乗り物には引かれ、一通りの食べ物には当たり、大体の試験には落第して、ほとんどの災害をも経験して、じゃんけんも勝ったことはおろか、愛子になったことすらないです。まさに負け続けの人生です。徹底してるね。小中高と一貫したあだ名が不幸の女神。警察学校では伊達医師と呼ばれていたっす。しかも自分の不幸は他人まで巻き込むみたいに。私、人が困ってるのを見るとついおせっかいになる。横断歩道でおばちゃんがオロオロしてたっす。手を引いてあげて気がついたら私の家で晩ご飯ごちそうしてたっす。きっと町尾さんも私と関わったせいで、最初町尾さんって聞いた時めちゃめちゃマッチョな警官だった。あのグローブも大した美はなかったっす。一回夜勤を代わってもらったお礼だったの。そうだったんだ。みんな私のせいっすよ。町尾さんのこともなるほどさんの頭がダメになったのも。鈴木、これから第二の人生を探してみるっすよ。次に会う時までにはきっと鈴木でっかい運を掴んでみせるっすよ。不幸の女神か。うん、頑張ろうね。お二人ともお元気で。やれやれ、ひどい一日だったな。記憶は戻ったといってもまだ少しぼんやりしてるし、無事でよかったな。これを尋ねるとえらいことになりそうだけど、あの、悪いんだけど、どなたでしたっけ君。
まあ、まだ覚え出してないんで全部は。その瞬間僕は本当に全て思い出した。未踏の呼吸師、いろんな事件戦った敵ながらあっぱれな男、味方になってくれた事件も。裁判長、すぐに人の意見に左右される愛すべき爺さん、最終的にはいつも正しい判断をしてくれるんだよな。この人は知らないな僕を知ってるみたいだったけど、きっと人違いだろう。そしてこの子、迷いちゃん、あ、やっと目指してくれたよ。あやさと迷い、僕の女子、彼女についてはそう忘れられない思い出だらけだ。例えば、なるほどくん、どうしたの、私の顔ばっかり見てやっぱ懐かしい。そうだね、ずいぶん久しぶりに会ったような気がするよ。じゃあこれからもよろしくね。うん、携帯電話のメモリーもモロヘアに消されちまったし、僕もまた最初から手直しだな。ほらほら、なるほどくん、いつものラーメン屋行くよ。実際彼女に再会してからまだ2ヶ月しか経って、おお。あれはそう、2ヶ月前のある雨の午後の話だ。おおほほほほ、これ再会した時のお話になるんですかね。次は再会、そして逆転。次回は第2話からやっていきたいと思います。ありがとうございました。